フェールは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、バルデック・フランケンベルク軍に属す、町村である。フェールは、ケラー・エーダー勢自然公園及びケラー・エーダー勢国立公園に属すエーダー湖畔にあることで広く、知られている。フェールの町の中心部は、カッセルの西南西約40キロメートルの、ケラー・エーダー勢自然公園北部、エーダー湖北岸の高台に位置している。 この赤戸目湖の南岸には、ケラーエーダーゼ国立公園が広がっている。町は、アーゼルバッハ川の作る盆地にあり、エーダー湖に向かう川の流れに沿って、南向きに開けている。フェールの町の南部と東部は森に囲まれており、北側に農業に利用されている土地が広がっている。フェールは、北はコルバッハ、東はバルデック及びエーダータール、南はフランケナウ及びフランケンベルク、 そして西は、リヒテンフェルスと境を接している。ここの地区は、ほとんどが大変小さな集落で、エーダー湖の西側に、エーダー湖に沿って北西から南東に点在している。フェール町内の水域は、以下のものがある。出土品は、この地域の定住が、石器時代から続いていることを示している。中世初期、ここは、ザクセン人とフランク人、それぞれの支配地域の境界であった。 現在でもこの辺りを東西に中部ドイツ語と低地ドイツ語との言語協会が横切っている。フェールの現在の長域付近は中世世紀にイッター川を形成することになるイッター家の所領内にあった。最後のイッター家当主が1356年に死亡した後、領主権はヘッセンホーハクとマインツテ定校に分割された。バルデッククや ボルフ・ホングーデンベルク家に一時的に引入れされた後、最終的には1589年にヘッセン・ホーハクが一ー領を獲得した。ヘッセン・カッセル・ホーハクとヘッセン・ダルムシュタット・ホーハクとの間で所有権の争いが起こったが、1650年に後者のものと確定し、バルデック領内に位置する飛び地となっていた。ヘッセン・ダルムシュタット・ホーハク領の行政改革に、 伴い、イッター領からフェール軍が設けられ、1866年にプロイセンに併合されるまで存続した。その後、1886年にフランケンベルク軍に統合された。フェールはボフーランとして1144年に初めて記録されているが、この集落はもっと古くからすでに存在していた。この集落はイッター領に属していた。 1381年及び1383年にバルデック博とヘッセン方博がそれぞれの所領を仕入れしたことでティーレイ・世、ボルフ・フォン・グルデンベルクが一体領の所有者となった。彼は村の南に城塞を築いていたフェールにその宮廷を移した。バルデック博は1542年にヘッセン方博も1562年に借金を完済している。 その後数十年の間に、領主は何度も入れ替わり、特に三十年戦争の間は、頻繁に交代した。1639年5月14日、領主は、ヘッセンダルムシュタット砲白であったのだが、砲白ルートビヒゴセイは、ブッツバッハの城に住んでいた弟のフィリップに、いった領とその城及び、村を売身領の形で譲渡した。フィリップは、新たに進化となった者たちから、 中世の誓いを受けるために短期間ではあるがフェールを訪れた。1643年のフィリップの死後、イッター・リョウは再びダルムシュタット砲白の直接領となった。1650年、30年戦争の平和条約締結の過程で、イッター・リョウは最終的にこの後200年余りの間、ヘッセン・ダルムシュタット砲白領として認められた。砲白ゲオルク2世の死後、 この書量は彼の次男ゲオルクに売信料として委託した。彼は古いボルフ・フォン・グーデンベルク家の城を回収し、館として拡張した。しかしゲオルクは1676年に豊風ラウターバッ派で死亡した。1691年、いった量は8万グルデンでヨハン・マテアス・コッホに七入れされた。ヘッセン・ダルムシュタット紅白は1695年に この借金を返済した。広島戦争後の1866年に、ヘッセン・ダルムシュタット・砲白は、ビーデンコプフ軍とフェール軍をプロイセンに割上せざるを得なかった。フェール軍は、カッセルに合成機関を置く、ヘッセン・ナッサを州の行政区分として存続したが、官僚組織上は、フランケンベルク軍の会に置かれた。その後20年間、旧フェール軍は一定の権利を保持したが、 1886年4月1日に解消され、フランケンベルク軍に統合された。区裁判所だけはこの町に残された。1971年2月1日、ドルフ・イッター、ヘルツハウゼン、タール・イッターは合併し、自治体・イッター・タールンが成立した。同時に、フェールは、アーゼル、バスドルフと共に、新しい自治体を形成した。また、 1972年1月1日、ブーヒエンベルク、エーダーブリングハウゼン、ハルプスハウゼン、キルヒロートハイム、ニーダーオールケ、オーバーオールケ、シュミットロートハイムから自治体ヘッセンシュタインが発足した。マリエンハーゲンとオーベルンブルクはこの時点では独立したままであった。1974年1月1日、ヘッセンシュタイン、マリエンハーゲン、オーベルンブルク、 イッタータールとフェールは合併して大きな自治体フェールとなった。行政機関はフェール地区に置かれた。フェールの町議会は31議席からなる。フェールの紋章は銀字で緑の土地の上に青い屋根の赤い城が描かれている。城の向かって左側には図案化された塔が付属している。城の前には小さな盾がある。この小盾は青字で金の冠を被り、 赤い爪を見せる金と赤で上下に塗り分けられた獅子が描かれている。この紋章は1977年8月17日にヘッセン州内務省によって認可された。フェールの教会、エーダーコヘッセンシュタイン長。ありがとうございます。